こんにちは、リリーブラウンプレスの吉野真由です。今日はもうすぐバレンタインということで、ちょっと店舗に来てスタッフの皆さんにデートコーデを組んでもらおうかなと思っています。 YouTube の撮影ということは2人にはもう話しているので、早速突撃していきたいと思います。おはようございます。今日はテーマはお伝えしてなかったんですけど、お二人にデートコーデというテーマで、デート、はい、デート。もうすぐバレンタインじゃないですか。あ、はい、そっか、はい、ご予定は何か？ないけど仕事。仕事？仕事？でもちょっとあの妄想でいいんで、はい。それぞれどこに行くっていうテーマを決めてもらって組んでほしいんですよ。妄想コーデ。妄想コーデ。ちょっと開店前なので時間もないので、お二人にはすごく頑張ります。頑張ります。リサさんは、まあ、でも参加とかいいか。じゃあ私も私も一緒にやります。スタート。はい、あの今回はちょっとデートだから淡い色とかの方がいいのかな。やっぱまだ寒いのであったかい格好はしたいんですけど、ちょっと春を意識したカラーを選ぼうかなって思っていて、デートいちごが好きなんでいちご狩りでお洋服選ぼうかなと思ってます。テーマは決めました？テーマ決めました。ディズニーに行きたいです。はい、いいですね。防寒もしたいけどカラー物も入れたくて悩んでます。可愛いですね。可愛いですよね。テーマは何ですか？テーマはドライブとかしたいかも。はい、はい、私の、妄想デートは、いちご狩りを、うん、はい、考えてちょっとスタイリングしてみました。いい、ちょっと動きやすさとかを考えてデートなんですけど、あえてこうパンツスタイルをチョイスして、上はなのでちょっと女性らしい可愛いツイードを合わせてみました。なんか春らしさも出るんですけど、ちょっと暖かさも欲しいなと思ってニットを選んで、バッグは手が開くようにちょっとショルダーを考えて、ちゃんといちごを食べれるように、はい、こんな感じで両手を開けております。あと私のおすすめアイテムのこのリリーブランのマルチオイルを、肌見せがあるお洋服の時はちょっとこう潤いをプラスしてこことかに塗ってるのもデートにぴったりかなと思って使ってます。でも男女どちらでも使えるので、こうデートの帰りにプレゼントでさらっと、はい、メンズにも、あと匂いもね、あ、そうなんです。なんかゼラニウムの優しい香りなのでギフトにもあげやすいので、サプライズであげてちょっとキュンとさせようかなと思ってます。こんな感じでした。私が、考えたデートコーデは、まずディズニーランドに行きたかったので、いい色見てください。かわいい。黒と赤でまずカラーを決めてコーデを考えました。赤のこのちょっと肉厚のニットとこのハート柄のワンピースがポイントで、ちょっとこうバレンタインっぽい柄をイメージしました。あとインスタ映えもしたかったのでビビッとなんか、はい、色彩効果ででもちょっとさ、はい、寒くない？あ、でも考えてます。春アウターなんですけど、ウールコンなので2月でも、ね、まだちょっと寒いと思うので、これも合わせたら可愛いかなって思いました。あのボリュームのあるスカートもボリュームのあるニットも綺麗に羽織れるようなデザインなので、アウターは本当に本当にこれ考えてました。本当に考えてました、はい。なんでその日の気温によってこっちにも変えたいです。はい、私はドライブデートをテーマにコーデを考えてみました。まあ、お天気もいいっていう想定で、私ブルベ冬なんですけど、こういう真っ白のニットがちょっと合うかなと思って、ちょっとこの真っ白のニットで発光させてレフ版になりそう。はい、レフ版に。でスカートもちょっとキラッとした素材のスカートなので、このコーデにしました。肌見せだったりとかがあるんで、ここの襟元でちょっとこうハンサムっぽい感じにして、やりすぎない感じが、はい、ポイントです。でバッグはヴィンテージをの
バッグリリーブラウンにたくさん置いてて、これをクラッチ風に持ってます。あとあのみんなそうだったんですけど、バッグちっちゃめですね。やっぱあのモテる女はバッグがちっちゃい、ね、荷物少ない、はい、ちょっと最低限の持ち物でモテを狙いに行きます。私が持ってるこのヴィンテージはギフトとかにもおすすめです。たくさんあるんです。セリーヌ、マカダムもあるし、あとペラバモとかもシャネルとかもご用意してます。だからアクセサリーも可愛かったりするんで、これはあのリリーの通常品番のものなんですけど、これをあのギフト巾着とかに1個入れてお渡しするのもおすすめです。あとこちらのネイルとかもパッケージもとっても可愛いので、これをギフトに入れてこうやってお渡しするのもおすすめ、はい、女の子同士のこのプレゼント交換とかにもね、はい、こちらの色はバレンタイン限定のお色になってます。2色新色で登場します。こちらの後ろの箱はバレンタイン限定のギフトボックスで、ショーツと、はい、ネイルのセットでご購入いただくと、うん、このギフトボックスがついてきます。チョコ渡すような感覚で。え、本当だ、この柄って。あ、そうなんです、実はランジェリーをご用意してて、うん、新登場するランジェリーです。ちょっとこうスカラップっぽい感じになってます。そう、あのショーツがたくさん種類ご用意してて、選べるショーツが、はい、選べるショーツさっきのこのギフトボックスの中に入ってるショーツは3色から選べます。で、あのお揃いでブラジャーもこちらも3色ご用意してます。あとちょっと私がすごいお気に入りなのがこちらのデニムとかからこちらと見せられるハイウエストのショーツですね。これもとってもおすすめです。で、あの今この店舗のお隣にあのランジェリーのポップアップが開催されておりまして、はい、たくさんランジェリー置いてあるのでぜひ行ってみてください。あの世界観もとても、ね、可愛いですよね。可愛くなっているので、ね、はい、ぜひお越しください。皆さんデートコーデいかがでしたでしょうか。ぜひあのバレンタインの参考にしていただければと思います、はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ポップアップストアもぜひチェックしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。